皆さんこんにちは。2月13日水曜日午前とご覧いました時、サッカーキングハーフタイムのお時間でございます。本日の進行を務めます伊藤でございます。よろしくお願いします。そしてまずはですね、皆さんから見て右足ですね、はい、水曜日の翔野さんです。よろしくお願いします。翔野です。よろしくお願いします。そして本日はゲストをお迎えしております、サッカー元日本代表でサッカー解説者としておなじみ水沼貴史です。よろしくお願いします。もうあれですね、サッカーキングハーフタイムのチャンピオンズリーグ特集といったらもう水沼さんみたいな形になってますから、2回目もう前回好評でまた出ていただきたいっていうコメントもたくさんあってですね、すぐに実現いたしました。ありがとうございます。もうね、前室からいろんなお話聞いたんですけども、チャンピオンズリーグのこともそうですけども、 J リーグの話もね、いっぱいもうね持ってらっしゃいますんでね、なんかうまく聞き出せればなっていうふうに思ってます、ね、今日どこでね、小出しに聞いていければなというふうに思っておりますので、ね、もう盛りだくさんの内容ですので、改めましてですね、今日の特集内容ですね、翔野さんお願いいたします。はい、水沼貴史さんと UEFA チャンピオンズリーグ18-19決勝トーナメント大展望という番組をお届けします。はい、すでにね今朝方2試合終わってるんですけども、まだまだ ね始まったばかりということですからね、はい、いろいろ他の6試合であったりとかセカンドレグもですね、踏み込めるところは踏み込んでいこうじゃないかなというふうになっております。この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信しております。おかげさまで皆様のチャンネル登録、していただいているおかげで徐々に伸びておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。一旦提供でございます。はい、本日の放送は12日発売のワールドサッカーキングの提供でお送りします。まずは最新のサッカーニュースから振り返っていきましょう。はい、ネイマールら不在の PSG パリ・サンジェルマンが敵地で2発快勝、ローマは19歳新星ザニオーロの2ゴールで勝利。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦ファーストレグは12日に行われ、 PSG はアウェイでマンチェスターユナイテッドに2対0で勝利しました。 PSG はネイマールとカバーニが負傷欠場、対するユナイテッドは前半アディショナルタイムにリンガードが負傷交代を強いられ、アレクシス・サンチェスを投入しました。 PSG は53分にキンベンベ、60分にムバッペがゴールを決めて2点差に、ユナイテッドは89分にポグバが2枚目のイエローカードを受けて退場、 PSG が敵地で先勝し、マンチェスターユナイテッドはスールシャール新監督就任後初黒星を喫しました。ローマ対ポルトの試合は2対1でホームのローマが勝利しました。70分にジェコのポストプレーから19歳のザニオーラが右足シュートを沈め、ローマが先制。その6分後にもこぼれ球をザニオーラが押し込んで追加点を挙げました。ポルトは試合終盤にアドリアンのゴールで1点を返すも反撃は続かず1点差で敗れています。はい、ありがとうございます。今朝が行われたチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ2試合の、ニュースから振り返っていただきました。こちらってご覧になられましたか、ハイライトとかも含めて。ハイライトは、はい、全部はなかなかちょっと見れなかった。まあ2試合ありますしね、早かったですけども、まあ、好カードユナイテッド対パリがまず行われたんですけども、まあ、好調だっただけにね、はい、ユナイテッドがそうですよね、はい、まあ、勝つのかなっていうぐらいの気持ちでやりましたけども、まあ、トゥヘルが3バックにして、うん、まあ、ある程度守備をしっかりとするっていうことと、あとはワイドをうまく使った、はい、まあ、戦術的な勝利かなとは思いますけどね。それこそ今ご紹介もありましたけども、スールシャール監督になってからユナイテッドがまあ調子を上げてきて、まあホーム戦ということもあったのでユナイテッドやや有利、まあというのはネイマールとカバーニ、まあね、あの3トップのうち2人がいないので厳しいんじゃないかっていう戦前の予想がある中で、アウェーで0対2と、それこそね、ロシアワールドカップでの活躍も記憶に新しいムバッペ、やっぱすごいですね。まあ、2点目とかもそうですけど、まあ、やっぱり彼がまあ真ん中に張ったことでだいぶ相手に圧力を与えられたかなって。やっぱりラインコントロールすごく難しくなるとは思いますけどね。あれだけスタートの出だしで遅れながらもぶっちぎっちゃうとか2人の中に入っちゃうとかって技術ってのはすごいですよね。ちょっとでもこうなんだろうな、油断するというかスピードを緩めたら、あのディマリアのアリクロスなんかは最初は本当3メーターぐらい後ろなんですよね、うんうん、でも出た瞬間にガッて入っていって、うん、最終的にはその前にも入れるので、うん、まあ、その辺はすごいと思いますし、あとは、まあ、コーナーもディマリアのコーナーからピンベベが蹴って、まあ、入れてるんですけど、うん、あの低いボールを、まあ、蹴れるポグバの頭を超えてるんですよね、はい、であそこにフリーマンがいてあの上を超えるっていうのは多分ディマリアぐらいのクラスじゃないとあのボールは蹴れないし、前に2人入ってそこに引きつけてて目線もそこにあるし、まあ、キンベンベだけ逆に動いてるんですよね、うんうん、やっぱそういうようなこう
絶妙な動きと、まあ、アウンみたいなのとあと技術が、まあ、凝縮されてるかなという気はしましたけどね。これは先生との信頼だと思うんですけど、うん、今ご紹介いただきましたけどもディマリアが、はい、2アシストということで、はい、まあ、ユナイテッドが古巣ということもあったんでね、うん、なんかちょっとブーイングみたいなのもあったみたいでしたけども、やっぱディマリア、まあ、どうしてもカバーにネイマール、ムバッペっていうとディマリアってその次になっちゃうんですけども、やっぱあの左足はすごい武器ですよね。あのその次なんだけど、その次の選手じゃないんですよね本来。はい、まあまあまあ、はい、だけどその上がすごいのがいるのでその次なんだけど、実際はその上の選手だから。ね、ディマリアは本当にすごいいい選手ですよ。そんなんもう6年前ぐらいから昔から始まってますから、ディマリアすごいの。ディマリアやっぱすごかったですよね、まあまあ、あとはあれですか、中盤ベラッティとかがやっぱりね、うん、効いてたというのはあるんじゃないですか、ね、怪我でちょっと危ぶまれてたんですけども、出て、うん、やっぱりあの前を振り向くスピードだったりとか、うんうんうん、縦へのパス出しっていうのはすごかったですよ ね、 ね、ああいう選手が支えてるわけですよ、やっぱりその前を。まあ、2点目なんか特に顕著で、自陣でベラッティが受けて縦パス入れて、そこからムバッペのゴールにつながったっていうのもありましたからね。あとユナイテッドはやっぱりポグバ頼みだったですよね。スールシャールになってからポグバがもうめちゃめちゃ気分よくサッカーやってるし、でその彼がレッドですよ、2枚目のイエローでレッドで出ちゃったってのがね、次アウトですよ。2戦目出れないっていうので監督はどういうふうなことをしてくるか、まあ、このホームで 0-2 で敗れてポグバが事前に出れないってなるとかなり厳しい状況かなって気がしますね。ね、まあ、でも前にはね、やっぱユナイテッドもラッシュフォードいて、マルシャルいて、リンガードいてっていう、こう若い選手たちでこう躍動する選手がいるので、まあ、そこを支え、その後ろで支えてたのがポグバだから、そうですね、まあ、どうなるかな、誰がそこを務めるか、うん、まあ、どういう形にするのかっていうのは、まあ、2戦目の興味は尽きないですけどね。そうですよね。そしてもう1試合行われました、はい、ローマ対ポルト、はい、まあ、ちょっとね対戦カードですよ、若干地味かもしれないですけども、はい、ね、さっき前そういうこと前打ち合わせの時言ってたけど、ローマはベスト4のチームですからね。昨シーズンベスト4ですからね。もう完全に忘れてる。なんで笑ってんですか、ローマベスト4。いや、なのになんか結構やもうみんなだってどっち優先的に見るって言ったら、やっぱユナイテッドの方がこっちを見るじゃないですか。まあ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 、まあ、2試合同時の時間でしたら見ますよね。だってさっきそれこそ水上さんに、うん、あのローマベスト4のチームですよって言われた時、うん、あ、そうだったみたいな。そうです、何ですかこれ、今時こんなことやってる人いないんですよ。そう思ってもうロマニスト敵に回しましたからね。いや、そんなことないです、あのエンゾンジ好きなんで。コメントも来てた。いいっすね、エンゾンジ好きっていう人が好きだ。エンゾンジが好きっていう人は好き俺。やっぱりそこが大事なとこだから。エンゾンジ好きなんで。あんな大きいんですよ。スタイル抜群。抜群すぎるでしょ。途中出場だったけどね。いや、それこそローマは、まあ、苦しんだ時期もありましたけども、若手が非常に昨日躍動しまして、2ゴール、まあ、チャンピオンズリーグ初ゴール含む2ゴール、ドッピエッタ、うん、ザニオーロくんですよ。知ってます、ザニオーロ。知らないです。知らないです。フィオレンティーナのプリマベーラですよ。へえ。キエーザと同じチームだったんですよ。あ、そうなんね。そうなんですよ。あ、どうですか19歳ザニオーロ。あんま好みのタイプじゃないですね。ザニオーロは。そうですね、ザニオーロ今売り出し中の選手ですけどもね。でもピチピチ感あっていいですね。ピチピチ感ある。さっきの温度差激しいですね、パリとの話の温度差が。あの、まあ、本当にクリスタンテだったりとか、ペレグリーニだったりとか、あの、うん、非常に若い選手が中盤を支えてですね、ローマね、昨日は非常に躍動した選手試合だったんですけども、 2-1 アウェー1ゴール取られてしまったっていうのがね、セカンドレッグどうなんですか。ちょっとね、そこが、まあ、気になるところですね。やっぱり1点アウェーゴールというのは相当大きいので怖いですよね、はい。まあ、その失点の仕方もあまりいい形ではなかったので、そうですね、ちょっと2戦目が気になるかなって感じでしたけども、まあでもイタリアのチームが1点差リードで負けるなんてことはあっちゃいけないかなって気がしますけどね。確かに、はい。まあ、イタリアのチームという括りからするといいか、括り方するとね、まあ、ローマ結構ね出入りが最近激しいんでね、どうかなって気がしますけどね。でもポルトもいいチームですからね。いや、そうなんです、カシージャスですからね。そうですよ、カシージャスです、レジェンドですから。昨日はそれこそレジェンド2人出たわけですよ、ブッフォンとカシージャスと。あ、そうですね、
めっちゃカシージャス怒ってましたけどなんかめっちゃ怒ってポルトもいいってきてますけど、ポルトペペも出てましたから昨日ペペもペペね、気づかなかったんだよねそうなんです、そうなんですかもうあの髪型で背番号3にしてくんないと気づかない、ペペじゃないんだよね、ペペじゃないです、髪がちょっと伸び始めてますから、ね、うん、あれはペペではない進化系だから、ちょっと進化系なの、進化系なの。ポルトはエクトル・エレーラが好きです。エレーラはね、うん、本当にいい選手ですよね、はい、それこそローマに移籍するなんて噂もありましたけど、あんなに運動量があって中盤試合できる選手っ、ね、やっぱりメキシコの、ね、代表でもあるし、まあ、長くポルトにいてやっぱいろんな選手が出てちゃうんですけど、はい、ずっとポルトに残ってくれてる選手なので、うーん、支えてますね。エレーラキャプテンマークを巻いてる選手なんでね、そちらも注目していただければいいんじゃないかなと。アウェーはほら、もうもしかしたらパリ対ユナイテッドは決着ついてるかもしれないですから、ポルト対ローマの方が次戦は面白いかもしれないですよね確かに試合的には逆転ありえるから、はい、セカンドリーグはそっちが面白いかもしれないですよ、うんうんうん、続いてのニュースです。はい、広島 ACL プレーオフの相手はチェンライユナイテッド、連覇狙う鹿島はニューカッスルジェッツと対戦。 ACL プレーオフに出場するサンフレッチェ広島、鹿島アントラーズの対戦相手が12日に決定しました。広島はタイのチェンライユナイテッドと対戦。チェンライユナイテッドは昨シーズンタイの FA カップとリーグカップを制覇、国内2冠を達成しており ACL 本戦出場経験はありませんが、昨シーズンもプレーオフまで進出しています。また鹿島アントラーズはオーストラリアのニューカッスルジェッツと対戦。ニューカッスルジェッツは昨シーズン A リーグを2位で終え、今シーズンは第18節終了時点で5勝4分け9敗勝ち点19で10チーム中7位となっています。プレーオフはどちらの試合も19日の19時にキックオフを迎えます。はい、ありがとうございます。ACL いよいよですね、プレーオフが入ってきて、まあ、出場チームが出揃いますよっていうような段階になってきました。はい、日本から、まあ、J リーグ勢からは鹿島と、広島がプレーオフ戦うということで、それぞれの対戦相手が決まったということになっております。まあ、正直チェンライユナイテッドも入荷するジェッツもどんな試合をするのか、戦い方するのかは僕の方がちょっとわからないんですけども、うん、このユニフォーム、これ入荷するジェッツの方ですね。入荷するジェッツ、まあでも昨シーズン2位ですけども、今シーズンの成績見ると18試合終えて5勝4分け9敗あんま良くない、ね、良くなさそうですよね。そうですね、まあ、やっぱいつも怖いんですけども、 ACL のプレーオフってこれがシーズンの結構公式戦初だったりするんで、そのチームの各チーム、今シーズンであれば鹿島とかサンフレッチェがどういった出来なのかなっていうのは気になりますよね。今シーズンは今までのシーズンと違って、はい、例えば ACL までの時間がいつも短いじゃないですか、はい、プレーオフとか特に。だけど今シーズンは天皇杯が早く終わってるとか、うん、リーグが早く終わってるので、うん、結構オフもあってしっかりと準備してるのはいつものシーズンとは多分違うと思うんですよね、はいはいはい、だからコンディションはまあ整えられてるだろうなっていうふうに思うし、はい、まあ、あとはまあタイのチームっていうのはアジアカップとか見ててもタイすげえなっていうふうに思った人が結構いると思うんですよね、うん、そうなんです。だから侮れないし、うんうん、まあ、コンディションをしっかりと整えているけれどもまあ舐めちゃいかんとっていうことはあると思いますけど ね、うん、当然日本からね4チーム出てもらって、まあ、ACL を盛り上げてもらって、うん、鹿島は4冠狙うってね。そうなんですよ、まあ、フロンターレも4冠狙うどこも狙ってますからね、はい、まあ、当然、まあアジア王者で2年連続日本のクラブが、ね、優勝しますから、それこそ3年連続目指してほしいなっていうのは、まあ、まあ、一サッカーファンの日本の、ね、サッカーファンの願いかなって気がします。はい、そしてこちらのニュースもちょっと注目のニュースかなって気がしますね。はい、ブレーメン大阪優也のコパアメリカ招集を拒否、幹部すでに JFA に伝えた。ブレーメンは12日フォワード大阪優也を今夏のコパアメリカに参加させないことを決定したとクラブ公式サイトで発表しました。ブレーメンのマネージャーのフランク・バウマン氏は、大阪はブレーメン移籍後、昨シーズンの夏、サッカーはワールドカップ、今冬はアジアカップによってチームの重要な準備期間に参加できなかったと指摘。クラブ公式サイトは、長期的かつ継続的にトップフォームを維持できるようにブレーメンと JFA は協力していかなければならないと招集拒否の理由を伝えています。はい、ありがとうございます。コパアメリカ大迫選手は出場がまあ難しそうであるということを所属クラブのブレーメンが発表したということですね。まあ、こちらアジアカップ始まる前にもちょっと話題になりましたけども、うん、クラブが了承すればアジアカップもコパアメリカも出れますよって話なんですけども、うん、基本的にはその大陸が所属する、
大陸の協会の大会が優先であると、うん、まあ、つまり日本であればアジア、うん、AFC の方が優先で、うん、まあ、コパアメリカはまあ招待枠なんで強制力はないと、うん、いうことはもともと言われていたということで、まあ、そうこういう話が出るともしかしたらアジアカップに出場して海外組の選手だったり、まあ、J リーグの選手クラブもそうかもしれないですけども、コパアメリカちょっと勘弁してほしいみたいなクラブも、まあ、それは出てくる可能性はありますよね。だから監督とか、まあ、協会の人たちがしっかりとクラブと話をして、まあ、常に呼べるような状態を状況を作っておくっていうことが大事かもしれないですよね。でも大阪は、まあ、怪我がありながらずっとアジアカップでも途中ずっと休みながら、はい、本当に終盤出てきた、まあ、それだけ多分コンディション的にはきつかったと思うんですよね、うん、無理してたかもしれないし、まあ、それでいい状態で帰ってくるのはもちろん問題なかったかもしれないけども、やっぱり状態的に良くないと、うん、ですぐにチームでも使えないで、まあ、彼はこうポジションいろいろこう変えられたりして今ブレーメンとかで使われたりしてるんですけど、うん、まあ、やっぱり万全の状態で戻ってきたらチームとしてのやっぱ駒にはもちろんなるし、まあ、エース候補でもあるので、なんでこんなコンディションなのっていうのは一番クラブとしては考えちゃいますよね、うん、なるほどね、うん、まあ、そうですよね。大迫選手も当然日本代表だけじゃなくてブレーメンでもね非常に攻撃の核に中心になってますからね。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、みんなサッカーが好きだっていうのもありますけども、1年通してサッカーやり続けるとね、やっぱこれだけの過密日程ですと、うん、そうです。で、彼は体を使ってボールをキープするじゃないですか、はい、相当ぶつかっているわけですよ。で、自分からも当たりに行ってキープしたりもするし、うん、相当なあざがあるらしいですよ、ぶつかるのですよ、ね、ありますよね。選手時代とか結構後ろから選手ぶつけ、僕は逃げるのであざはないです大阪は体を張るから戦ってますからね。そうなんですよ、あの体で張るんですからすごいと思うんですよ、体幹とか。確かに絶対ね、もう足とか後ろから蹴られて、あざだらけ、背中とかもねあるでしょう。やっぱりそういうのあると思いますね。偉いですけどね、うん、まあ、というわけで結構ポジティブなコメントも来てますね。大迫選手がいない時の、まあ、日本代表、まあ、新たな選手を見つけるチャンスでもあるっていうのもあるし、まあ、当然ワールドカップもしかしたら大迫選手が4年後出れないなんていう可能性もあるわけで、新たな選手の頭角だったりとか、うんうん、J リーグも、大迫選手が出ないなら俺が呼ばれてやろうみたいなね、確かに試す、ね、盛り上がる選手もいると思うんで、ね、はい、でもメンタル的にだいぶ変わったと僕は思っていて、あんなにこう大阪あんなに表情で引っ張るとかっていうのはあんまりしなかったタイプだと思うんですよ。だけどやっぱり上が抜けたっていうのもあるし、すごい自覚というか責任を感じてる、はいはい、彼自体がでチームを引っ張る、声も出せるし、それを戦うっていうこともそうだし、点を取った後とかそのチャンスを逃した後とか、うん、そういう時の表情とかも全然変わったと僕は思ってる。結構悔しいっていう顔とかしてましたよね。そうなんですよ、ひょうひょうとしてた得意があって、うん、だけど今はもうそうじゃないっていう、うん、俺がやる、俺が引っ張る。確かに、ね、やっぱり上の選手が、例えば SNS かなんかで長友が周り、はい、若い選手がうまくやりやすいように自分たちが環境を整えてあげた方がいいみたいなことを発言した時に、僕はそうは思わないって言って、うん、いやいや俺たちを跳ね飛ばしてるとかのけて出てくるような選手が出てこないと困るみたいなことを言ってたんですよ。あ、かっこいい。すごい変わったなっていうふうに、はあ、まあ、そこだけで判断してはもちろんいけないけども、はい、ちょっと僕はそういう、まあ、彼の変化は感じましたね。なるほどね、まあ、いろいろ言っていこうとか、自分が示していこうとか、うん、まあ、もしかしたら、ヨーロッパ出てそういう気持ちが芽生えたのかもしれないし、代表の世代交代もあったかもしれないし、もしかしたら家庭環境とかもあるかもしれないし、まあ、やっぱり長くもうヨーロッパで一線でやってるから、そういうのを感じてるんじゃないですかね、うん、非常にさら、なる成長が楽しみですね、はい、はい、続いてのニュースでございます。はい、U21 代表フォワード上田綺世、21年の鹿島加入が内定、東京五輪のエース候補。鹿島アントラーズは12日、法政大学2年の U21 日本代表フォワード上田綺世が2021シーズンから加入することが内定したと発表しました。上田は1998年生まれの20歳で、身長182センチメートルのフォワード。鹿島ジュニアユースノルテから鹿島学園高校を経て法政大に進学。1年時から主力として活躍し、インカレ制覇などを経験しています、うん、また年代別代表にも名を連ね、 U21 日本代表の一員として出場した2018年のアジア大会では決勝トーナメントで3得点を記録、2020年の東京オリンピックでエースとして活躍が期待されています。はい、ありがとうございます。
コメントでもね早いって来てますけども、2021年の加入が決まったというニュースでございます、3年後ですね。まあ、アントラーズの、まあ、下部組織出身なので、はい、まあ、ある程度上に行けなかったっていうことがあるから絶対に自分が外で活躍して戻るっていうような、うん、そういう多分目標を持ってたと思うんですよね、はい。まあ、それが実現した形になったとは思うんですけど、うん、森保監督は結構評価高いです、彼に対して。こんな選手がいたのかみたいな感じで、感じてるので。なるほど、まあ、一応僕の後輩には当たるんですけど、ね、法政大学というとそういうことなんですね。まあでもね、はい、アントラーズももう関川取ったりだとか若い選手たちをどん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 取ってきて、うん、やっぱり世代交代もどんどん行わなきゃいけない時にもなってきてるし、例えば阿部とかはもしかしたら抜かれる可能性は結構大きいわけですよね。そうですね。だから早めに早めにどん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 若い選手を、まあ、ある程度こう入れといて、まあ、特別指定みたいな形で試合出るか、もしかしたら今はもう大学やめてみたいな感じになるかもしれないし、まあ、いろんな可能性もしかしたらあるかもしれないですけどね。確かにね、まあ、鹿島は本当に、やっぱ鹿島かとか鹿島やっぱうまいなっていうのは来てますけども、鹿島それだけ抜かれてたりとかベテランが引退したりとかっていうのもありますからね。そうです。まあ、今年はね本当に小笠原光雄がいないいないとっていうのもあるし、まあ、センターバックも2人抜かれたとか、ね、正直先生の、ね、選手が海外に行って、まあ阿部選手もこれだけ活躍してね、クラブワールドカップの活躍もありましたし、まあ、おととしかセビージャ戦の活躍もありましたし、相当狙われてますよね。っていうか本当にもうキンキンとかねあるかもしれないですよね。それだけの選手ですからね、やっぱり、まあ、この夏もあるかもしれないって言われてる選手が抜けた場合でもちゃんとチームとして戦力落ちないようにもすでにもう1年後2年後3年後の準備をしているっていうクラブ、うん、そうですね。まあ、どんどんそういったクラブも増えてきてるかなって気がしますね、うん。ということで、ニュースは以上になります。この後 CM を挟みまして、昨日から行われ再開されましたチャンピオンズリーグ、はい、ラウンド16の展望をしていきたいと思います。はい、ということでここからは水沼貴史さんとウェファーチャンピオンズリーグ18-19決勝ラウンド大展望という特集でお届けいたします。まずはまあ決勝ラウンド、まあ、グループリーグが終わったのが12月ということで約まあ何ヶ月だ、さ2ヶ月の中断を経て、再開ということなんですけども、昨シーズンも振り返りたいんですけども、昨シーズンのチャンピオンズリーグ、ショーンさん覚えてらっしゃいます？覚えてます。どんな感じでした昨シーズンは？あの優勝しました。どこがですか？レアルマドリードが連覇を、はい、あの3連覇を達成して、はい、ジダンすげえなって終わりました。いや確かにな、ジダンすげえな、ジダンってすげえなって終わりました。まあ、優秀の美で、まあ、ジダン監督は退任して、はい、まあ、ロナウドも移籍して、まあ、1個サイクルが終わったのが昨シーズンのチャンピオンズリーグを象徴する大会だったかなって気がしますね、はい。ベスト4に進出したチームはどこだったか覚えてますか？リバプールと、はい、ローマと、はい、あとどこだっけな、あとどこ、まあ、レアルマドリードと、レアルマドリードと、レアルマドリードと準決勝で対戦したのどちらでしたっけ？え、誰とやったっけ？誰とえ、準決勝ですよね。待って、誰とやったっけ？書いてあるかバイエルンだタイミングですバイエルンだ。もうあれですね、バイエルン戦のことなんかすっかり忘れちゃってるんですね。超忘れてます、超忘れてます。バイエルンってやったか、はい、そうですねっていうような大会でございました。まあ、昨シーズンでは言いますと、まあ、象徴的な試合はまあたくさんありましたけども、うん、まあ、ローマがバルサ倒したりとか、準々決勝の方であったりとかですね、はい、結構ビハインドを覆したとかありましたけども、リバプールがシティにね勝ったりとかっていうのもあったのが昨シーズンでしたけども、ふっかり忘れてるな。いや、そうなんですよね、ふっかり忘れてますね。もう試合がたくさん見れるようになったからっていうのもあるかもしれないですけどね。でもそれはそうだよね、はい、なんか他でもやっぱりレベルの高い試合はもちろんあるので、そういう印象が残っちゃうと、そうなんですよ、どんどんアップデートされてって、そうだよね、ようやくされていきますよね、うん、
だってそれこそこの前のだって削除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 でうまいやつよね。シティ対チェルシーの試合とかもすごかったし、あれは大丈夫でしょ。あれはやばいですね。やれあれやばい。もうチェルシーのファンはなんで前半で寝なかったの。もう絶対にもうお休みなさいした方がよかった。最後まで見たらもっと傷ついちゃう。いやでもやっぱそれだけすごいチームもあるし、点差があったけどやっぱり完成されたというか、もう随所にすごいプレーもあって。いやシティすごいな。シティ怖いですちょっと。シティ怖いですね。シティ怖いです。グエロもやばいですね今。グエロやばい本当に。ちょっとなんか ロボットですもんね。若干人間性失ってません？アグエロ。あと、はい、スターリングが点を取れるようになってきてるっていう相当すごい。ですよ。やっぱペップすごいですよね。あのペップ怖い。選手の入れ替えが上手。一回ザネがダメになったかなと思ったらまたザネが上がってきたりとか、スターリングダメかなと思ったらスターリングまた上がってきたりとか。で今僕が一押しは。ベルナルド・シルバーですね。この前のチェルシー戦もさ、まあ、あの彼はねすごいですよ。それこそ上にすごいのがいるから、もしかしたら次になっちゃうかもしれないですけど。ああなるほどね。やっぱりすごい選手だな。リマリアタイプですね。そうそうすごいと思うね。いやすごい。そうなんですよ。まあチャンピオンズリーグ今シーズンもねグループステージ行われましたけども、まあ決勝トーナメント16チームしかまあ申請できなくて、まあ残り16チームは、敗退決まって、まあ8チームはまあヨーロッパリーグに行ったわけですけども、うん、グループリーグは、改めて振り返ってどうでしたか。順当っていうようなイメージですか、それとも意外だった。順当じゃないの、うん、まあそうですね。ね、もう最後の最後でトテムとインテルの争いのところがあったじゃないですか。しびれましたね。ね、あそうですね、まあ、そういうところもありつつみたいなところはありましたね、はい、そうですね。あと激戦区ナポリ、パリ、うん、リバプールのグループ C なんかもね最後までわからないところでしたけども、まあ今年はイタリア勢が残念ながらローマとイベントスだけがベスト16に進出したという形になっております。まあグループリーグ、まあ、残念ながらなんですけど、残念ながらって言ったらあれかもしれないですけども、チャンピオンズリーグやっぱ決勝トーナメントからはやっぱ本番って感じがやっぱしますよね。そうですね。それダメだよ。それダメ。これもうそれはダメ。怒りますよ。モナコファンとか湧いてますよ。いやなんか試合数が多すぎて、あの、まあ、確かにビュッフェ感があるんですよね。どれ選んでいいか分かんないんですよ。まあでもハイライトを多く見ちゃう。あの決勝トーナメントからだと2試合ずつだから、うん、まあ、前菜から2種類を選びくださいみたいな感じで、うん、どっちもいいですねみたいな、うんうん、あ魚系でとかそうです、確かに確かに。で、まあ、僕はでもねペース8が好きでしたよ。あーいいチームすごい。あのね今オランダ若干良い感じがします。復活してきた感じがします ね、 なんだよね。上しかなダメなんだよね、ま、長かったな、まあ、そのアヤックスとペースフェー、まあ、ちょっと、ね、差があるんであれなんですけど、よくなったよね。よくなってました。なんか今までの停滞感がないサッカーに変わってきたんですよ。オランダ、うん、ちょっとあの昔もう草刈り場になっちゃってちょっとタレントが出てこなくなっちゃったんですけど、めっちゃ若いんだけどみんな、20歳とか21とか23とかそのぐらいに結構多いんだけど取り戻してきました。いやすごくいいですよ今。そうですね、すごくいいです、そうなんだ。アヤックスも結構いいですよ。アヤックスなんかもね、もうバルセロナに決まったデヨンクとかなんかも、すごい、ね、デリフトなんかもそうですよね。アヤックスウイングがいるだけのサッカーじゃなくなってきてるので、確かにあの433ウイングみたいなのが定番だったんですけども、オランダサッカーも徐々に変わりつつあったと、まあ、それこそ日本人選手の移籍なんかも出てきて身近になってきたかなっていうのもありますよね。今後ね堂安とかもう板倉、うん、この間も堂安出て、ね、まあ、勝ちましたけどアジアカップから帰ってきて最初の試合でね、はい、まあ、若干そういうところのこうサッカー見てると上とはちょっと違うかなとはもちろん思うんですけど、でやっぱりフィジカルベースとかその辺はやっぱり強さはあるし、はい、まあ、板倉も出れるようになってくればいいのかなっていうふうには思いますよね。オランダリーグ日本でも放送してますよね。してますしてます、はい、今だと、まあ、ダゾンさんが6ですね。CX が90分でダゾーンさんがハイライトを放送してるって感じですか。ツィエクやばいってきます。ツィエクもねロシアワールドカップで活躍した選手の一人ですけども、いいですよね、切れ味鋭い選手ですね。やばいっていう感じはやっぱりいいですねこの日本語やばいって日本語です、ね、いろんな何いろんなイメージが湧くじゃないですか。すごいな、年齢を感じさせないな。シティとチェルシーどっちもやばいって当てはまりますシティもやばい、チェルシーもやばい、やばいやばいやばい、そうだよね。すごいやばいのと思う。やばくって本当にやばいです。ボキャブラリーなさすぎるひどい、はい、決勝ラウンド始まってますけども、改めてその決勝ラウンドの8カードご紹介させていただければなと思うんですけども、あそうズボレ中山行ったもんね。あそうなんですよね、左側ですね。左側は決勝ラウンド第一戦ということで、まずは2位通過だったチームが第一戦を、ホームで
迎えたということですけども、はい、昨シーズンそのレアルがアヤックスとやるわけですよ今夜ですね、はい、そうですね。いやでも今のレアルマドリードは本当に流れいいからこのまま行けば大丈夫です、レアルマドリードグループじゃない、リーグ戦では5連勝中、はい、それこそ直近の試合ではマドリーダービーで、そうですよ、アベー 3-1 ですよ。めっちゃ良かった。シメオネ監督になってからレアルマドリードの勝率が、ね、アトレチコの勝ち越したっていう中で、うんうん、衝撃的でしたね。いやめっちゃ良かったです。これね過密日程だからいいっていうのもありますね多分緊張感が途切れない。そうそう、間空くと怖いです。リズムができてる、リズムが。これなんでこれ選んだのそれリズム感リズム感じゃないなんでこれ、セルヒオラモスが PK を決めたシーンですよね、はい、確かね。なんでこれ選んだ来てますけども、まあ、アウェーで3-1 で勝ったという状況ですけども、はい、ビニシウスやばいですか。ビニシウスもやばい、もうやばい3乗ぐらい、もうビニシウス本当にもう半端ない。やばいをちょっともっと分解したいんですけども、どの辺がビニシウスの魅力ですか。あ、もうバイク買ってぐらい早い、もうとにかくバイクお前はバイク買ってことですね。お前はバイクに乗ってるのサッカーしてるの買ってぐらい早い、とにかく。 あともう足元も超ある、あるある。もう何センスもある、なんかもうちょっとだけ、あとちょっとだけシュートの精度が良ければもうこれ神です。あ、そうだね、シュートだね、シュートの精度さえあれば。水沼さんの優しさですよこれシュート精度さえですよ。でも本当にそのぐらいじゃないですか欠点。なるほど、結構通な方もいらっしゃいますね。レギュロンいいってきてますけども、レギュロンも出場機会が増えることによって、うん、徐々にトップチームに慣れてきたかなという人もありますよね。いいですそれこそ夜放送しましたけども、クラシコの時のレギュロンは散々でしたけども、あのみんなそんなちょ忘れ、悪い時は忘れてあげて。でも本当に今若い選手がめっちゃいいんですよ、レアルマドリードは、うん、もうノリに乗ってる。これはもうね、あのソラーリ監督に変わってからあのいろいろな発見だったんですけど。なるほど。イスコはいつかもう喧嘩なうなんで喧嘩なう今もう縁ガチョ状態、もう縁ガチョって感じ今時代時代いや本当にもう疎遠な感じなんで。疎遠でね、イスコあんだけ実力があるんですけども、ソラーレ監督とちょっとね、まあ、戦術だったりとか反りが合わなくて、なかなか出場機会に恵まれてないって。間違いなく合ってないよね。合ってないです、合ってないですね。ね、いや本当にやばいです。なんか首の痛みがとか言ってたけど、イスコ、そう、いやもう心の痛みだと思う本当に。心から来る首の痛み。だってだちょっとかわいそうだもん、もう干され具合が。まあね、でもやっぱり監督との出会いだったりとかチームの戦術だったりとかっていうのもやっぱ選手キャリアにおいては、うん、まあ、重要なね。いやそれはやっぱり大事なところですよ、はい、ですね、相性合うか合わないかっていうのはやっぱりね。どうなるかとかですけども、その対戦相手のアヤックスって話ですけども、はい、アヤックスもまあ若いタレントも出てきて、注目選手なんかいらっしゃったらぜひ。僕右のウィングやってるハキム・ジャシュ、はい、あのドリブルとかやっぱりいいですよね、結構面白いですよ。本当ですか、はい、すぐまたトッテナムとかに取られるんじゃないですか。でもあのオランダの選手たちはどこでもねやっぱり狙ってくるからね、やっぱ若いしね。そう、やっぱりオランダの選手は比較的どこに行っても通じるっていうのもやっぱいいとこですよね。イギリス人選手がイタリア来てもほぼ成功しないですし、イタリア人選手がイギリス行ってもやっぱ成功しないし、やっぱ、割と出稼ぎとかであの海外に行っても慣れる選手ってあの種族的にあるんですよね。クロアチアの選手なんかはほら、うん、クロアチアリーグよりもどっか行った方が確かにね。オランダの選手もそういう感じってことですか、ね、まあ、割とねやっぱりオランダは本当に英語が公用語だったりするケースが多いんで、あ、まあそれこそプレミアリーグはすぐフィットできると思いますしってのありますけどね、はい、まあでもその注目選手の一人でもありますけど、フレンキー・デヨンクは、え、どの子ですか。フレンキー・デヨンクはどの子だ。ここだと左から2番目だったり前のはね、なんで左から2番目って言ったらピョンって写真が変わっちゃう左から2番目下の段の子、はい、21も、おー、もう若さあふれるじゃないですか。なんかでもこのも写真がなんかピチピチ感ありますね。いやみんな若いですよね、うん、なんかもはやブリントですらベテランの風格ありますよね。いやブリントはもうベテランでしょブリントは今期から、ブリントこの前の夏だったかな、この前、ね、ユナイテッドでなかなか出れなくてね、センターバックもやったりとかしてるブリントですけど ね。でもやっぱりどこでもやってますよね。フリスカはスタメンで出てるんですか。出てます、出てます。もうそれこそ最終ラインならどこでもみたいな感じのタイプの選手ですけど、今ちょっとでもあれでしょ、余裕だって思ったでしょ。
や、そう、この間のダービーとか最近結構勝ってたから、うん、余裕まだいけるなとは思ってますよいけるとは思ってる。ちょ怖いけどね、やっぱり。いや怖いですよ。なんかチャンピオン室もサッカーなんてなんか絶対とかないから。もう来てますよ。フンテラールもいるしって来てますよ。ベテランの中でフンテラールはねいます。もう433のトップでいますから、はい、元レアルマドリードですよ。そうです。でもなんか怖いけどな。ドルベリもね。確かに。タレント揃いですからっていうのもありますけど、改めてまたベスト8、ごめんなさい、ベスト16のですねカード見たいんですけども、はい、水沼さんはまあぜひそのサッカーファンの方にこのカードは見てほしいとか注目ですよっていうカードがあったらぜひ。あ、今日の夜ですね、トッテナムドルトムントはまあぜひ、ね、これはまあ、うん、誰を見てほしいかって、まあ、ケインとかロイスがいない。そうなんですよね。ケインはまあ練習に合流してるっぽいんですけども、この試合に出れるかわからないと。スタメンの予想ではソン・フンミンがワントップで出るようになってますね、はい。まあ、フンミンソンは今最高ですよ。フンミンソン、フンミンソン、ちょっとインターナショナルですか。フンミンソンじゃない。いや、フンミンソンですね。インターナショナルですよね、うん。もうだってアジアカップ敗退後すぐトッテナムに合流して、ケインがまあ怪我で出れない中すぐゴール決めちゃう。そうです。フンミンソン、やっぱ今すごいと思います、うん。マジでアジアの星です、フンミンソン。でしょ、うん、星だよね。星です。ちょっと突き抜けた感はありますよね。ありますね。しかもなんかもう本当にファンとかからも超愛されてるから、もうすごい応援したくなっちゃう。同じアジアとして。これやっぱりサンチョとの戦いになってるわけだな。今もう1対3でね。サンチョ、ドルトムントのまあ今シーズンブレイクした一人だと思うんですけども、はい、サンチョもアシストもゴールも、まあアシストの方が多いんですけども、非常に得点に絡むシーンが多い選手の一人ですよね。僕はドルトムントの中では一押しはラファエル・ゲレイロなんですよ。ゲレイロ、ポルトガル代表。左のサイドバックもしくは左のワイドやりますけど、うん、すごく頭のいい選手で、インサイドにポジション取ってのプレーもできるし、もちろんサイドに張ってのプレーもできるし、あとそこと、うん、まあ、コンビを組んでほしいのが後ろにハキミがいてほしいんですよ。ハキミ、それこそリアルですよ、はい。彼は、まあ、本当は右なんだけど今年フィッシェクがいいので左に来てるんですよね、はい。でシュベルツァとか怪我とかがあって、なのでハキミが入ったのでゲレールが上に上がってるんですよ。でそこの左サイドはやばいですよやばいですか、はい、ぜひそこは見てほしいなというふうに思いますけどね。その好カード取ってのまたドルトムントなんですけども、ご紹介いただいた通りちょっと怪我人が多いと、まあ、デレアリ、デイビス、ヤンセン、ケイン、ラメラってところも取ってのはちょっとまあ出れなかったり微妙な選手が相当怪我人が多いですね。でと、ごめんなさい、ドルトムントに関して言うとバイグル、パコ、はい、アカンジ、ピシチェク、ロイス、あ、多いですねやっぱり両チーム。多いんですね両チーム。なんで今ご紹介いただいたような選手たちの活躍が勝敗を分けるんじゃないかと。そうですね、まあ、あとそこ支えてるのはデレニーと、まあ、ビツェルのボランチの2人、はい。ビツェルもすぐハマりましたからね。今年のその2人の活躍は素晴らしいです。うん、はい。まあ、それこそ、ドルトムントブンデスリーガーでバイエルンを抑えて冬の王者に輝いて、はい。まあ、ただ直近のリーグ戦が2試合引き分け、はい、しかも 3-0 から 3-3 に追いつかれたっていうのが、はい、ちょっと良くない流れにはなってきてます ね、 そうですね。っていう中でのアウェーロンドンでの試合、はい、っていうのが、まあ、今夜1個注目じゃないかな。注目、これは見るかな。え、レアルマドリード。え、アヤックスレアルマドリードじゃなくてトッテナムドルトムントから皆さんどちら見るんでしょうね。割とあれですよね、昔なんか4時45分とか中途半端な気でしたけども、うん、5時ですからもう日本時間で、むしろ早起きですよ。いや、健康ですよ。むしろ早起きになりましたから、めちゃめちゃ健康。そうそうそう、はい。ビツェルは中国からドルトムントに来たんですけど、それはお金良かったのかな。中国で良かったみたいですよね。まあ、ただやりきったとか、まあ、多分いろいろな問題があったんでしょうね。やっぱサッカー自体のもう少しこう何レベルじゃないけども、まあね、強度のあるようなところに行きたいみたいなところがあったかな、ね。若いですしね、まだまだそのベテランっていう呼ぶにはまだ早い年齢ですからね。トッテナム対ドルトムント見るかなって来てますよでも YouTube の方はマドリー見るっていう人多いですよ。マドリーね、まあ、アヤックスマドリー面白いですよね、うん、多分面白いですよ。これもやっぱあのあれですね、第一ピア、あのなんですか、プリモピアットね、前菜昨日終わりましたけども、どちらにしますかみたいな感じですよね。今日も迷いますよね、どっち見るかね。いやでも怖いな、やっぱぜひマドリー応援してください皆さん、はい。ということで今週はその4カードなんですけども、はい、続きますよね。また
来週もまた4カードあるんですね。これもいい、はい、このベスト16がいい感じでいっぱい見れるようになってたらいいですよね、はい。来週の火曜日はリオン、バルセロナ、リバプール、バイエル、シャル、その水曜日はシャルケ、シティ、アトレチコ、ユベントスということなんですけども、これうちの方が注目度高くないですか？どちらの試合を？いやもうリバプール、バイエルン、あ、まあ、リオン、バルセロナ、バルセロナ負けるじゃん、リバプール、バイエルンでリバプール、バイエルンとかアトレチコとユベントスとかもこんなん最高ですよ、絶対見たい。リバプール、バイエルンもまあ普通にもうカードだけで最高、ビッグカードですよね、ビッグカードですね、絶対面白いと思います。リバプールは相手が出てきてくれる方のが多分やりやすいですからね。なるほど、そういった意味ではバイエルンはやりやすい相手と言っていいですかっていうふうに思いますし、うんうん、まあ、クロップなので、まあ、ドルとバイエルンみたいなところの、まあ、対戦からすると、まあ、やり方は大体分かってるだろうし、あ、なるほどなるほど、本当に今ねリバプールはね結構プレミアでは、まあ、ちょっと苦労してるんです。この間の直近では勝ちましたけども、ね、はい、あれって本当に中盤スペース消されてもう本当にリトリートするようなチーム多くなってきてるし、うん、その中でどうやって点を取るかで先制点取ると相当有利になるんだけども、この間の試合は先制点取って今2点目もすぐ取れて勝ったんですけど、うん、その前の試合は先制するけど追いつかれて2試合連続引き分けとか、そうですよね、だからはいおいでおいでみたいな方がいいですよ、うんうんうん、今年はねプレミアリーグで悲願のリバプール優勝なるかっていうような独走だったんですけども、ここについて来て引き分け続いて勝ちで、シティがそれこそやばいぐらい猛追してきましたから、恐ろしいもん、あのチーム。シティがまあ勝ち点並んで今得失点差でシティが首位に立ってるという状況なんですよ ね、 ああ、そうですね、もう無理じゃないかなって思ってたんですけどね、もうリバプール独走で、うん、いやさすがに無理でしょって思ってたけど、もうシティ本当怖いです。だからサラーが真ん中やったり右やったりでちょっと変わってきてて、フィルミーノがトップやるかトップ下やるか、うん、で今映ってるようにシャキリがこの間はちょっと怪我でいなかったんですけど、うんうん、まあ、シャキリがいると 4-2-3-1 みたいな形もできるし、うん、そうですね、まあ、いろんなオプションもあるんですよね、うんうん、怖い。カウンターとかってもう私リバプールとか本当に足速くないと入れないんじゃないかみたいな怖い。いや入れないっしょ。もう大で一番テスト一番最初になんか 50m 走何秒台じゃないと無理ですみたいな。そうだよ、だって右サイドバックで今アレクサンダー・アーノルドがずっと怪我しててようやく戻ってきましたけど、右サイドいなくて困ってて、だって本当足速すぎてるから。だけどミルナーとかも一生懸命走ってるんだよ。うん、あスピードとかじゃなくて一生懸命前に行こうって走ってる、そういうそういう姿が僕は好き。あとワイナルドゥム。ワイナルドゥムもね。やっぱりね前のタレントを支えるのはちょっと下の後ろの人たちなんですよ。いやサッカー選手はみんな前に行こう。え？みんながみんな走ってますよちゃんと。いやそれはいつ走るかが問題じゃん。そうそうそう。確かにねいる、うん、あの本当にそこ無駄だよみたいな いますいます。いやいやいや今じゃないみたいな、います。ショートさんに言われたくないですよ。そこ無駄な走りだよとか言って。間違いない。あとバイエルンはミュラー出れないでしょ。そこなんですよ。ね、本当に攻撃の9番ミラーが入れないってことで、ただバイエルンがこのブンデスの後半戦に入ってきてからなんでこの写真使った。ひどいこれ。これで出れなくなったっていう このシーンでね。そうなんだけどね、まあミュラーがいなくなってきたんですけど、まあ、バイエルンがでも、まあ、そっかミュラーがいないっていうのも一個大きいですよね。大きいですね、まあ、だからバイエルンは僕は一押しはゴレツカですね。ゴレツカ、はい、やっぱ彼のそれこそ中盤での推進力みたいなのが、うん、まあ、バイエルンのとかティアゴがこうさばきながら、うん、で前に行くのはゴレツカが行くみたいな、ね、ティアゴも本当気の使える選手になりましたよね、はい、あんなに中盤でバランス取れる選手なのかっていう感じになったんで、うん、そういった選手が出てきてるんで、まあ、バイエルンもね、まあ、世代交代が、ね、徐々に進んでますからね、まあ、あと後ろがもうしっかりすればね、はい、フンメルス・ボアテングでいいのかみたいなところで、うん、そこが安定すれば全然問題ないからな、うん、小橋監督のねチームも徐々にでき始めてきてるんじゃないかなっていうところですね、うん、はい、そして、日本時間でいうと21日早朝になりますけども、まあ、シャルケ、はい、シティもあるんですけども、はい、水沼さんも解説ダゾーンの方で解説されますアトレチコマドリード対ユベントス、これはね何戦術的な戦いだろうなっていうふうに思うわけです。シメヨネとアレグリなの そうですよ、ね、どういう戦いをするかなと。アトレチコが出てきてくれた方のが多分やりやすいとは思うんですよね、うん、今コンパクトにやっぱり守備ができてるっていうのはある。だけどアトレチコが出てくるようになっちゃうと逆にこの間のレアル見たくなる、うん、でそれはこの人いるからね。いやそうやっぱりクリスチャーノいるっていうのはでかいです。
戦術関係なしなところありますからね。だってもうリーグで18点ぐらい取ってんのかな、すごいっすよ。まずもうバンバン取り出してる。やばいです。もうだって趣味だから、その記録塗り替えるのが趣味だからこの人はいや本当にもうロナウドとかは、そうロナウドと本当にそれで戦術とかあんま関係ない人だから本当。でもね、あのトゥエルが言うには、あ、アレグリが言うには、ロナウドのパートナーはマンジュキッチじゃなきゃダメだっていうわけですよね。いや、マンジュキッチが、あの、まあ、アレグリさんの手腕でもあると思うんですけども、マンジュキッチトップじゃなきゃ嫌だっていうのも抑えつつもサイドで起用したりとか、はい、ちゃんと結果を残させるっていうところがすごいですよね。でやるからね、ちゃんとマンジュキッチは献身性もあるし、献身的な選手ずるいですよ、大きくて強くてうまくて献身的って、ね、マンジュキッチは本当に多分全この男の人はみんな好きだと思います、ああいうタイプの選手あの僕もユベントスの選手じゃなかったらマンジュキッチ大好きね。いや私も大好きマンジュキッチで、あとそこのやっぱり支えてるのがマトゥイディだったり、ピャニッチだったり、マトゥイディの左ワイドというのは相当いいですよね、やっぱりあの動きちょっと捉えきれないですよね、変則的で中に絞ったり外に開いたりとか、やっぱりそういうのがやっぱりね、こう華やかな人を支える人がやっぱりいるわけですよ。そうです、ね、キャニッチとかのセットプレーとか脅威ですよ。でクリスチアーノはヘディングできるからね、この前もすごいヒット決めたじゃないですか。そうなんですよ。何あのヘディングが的な、だってあんなの絶対競り合いたくないですよね、あれ何でもできちゃうんですよ。そうなんだよね、本当にできないことないんですよ。卓球上手いですからねマジでロナウドめちゃめちゃ卓球上手いですよ嘘本当、でも本当にもう何でもできる。チキータとかやる？いやロナウドめっちゃ本当サッカー選手じゃなかったら卓球のプロになってたぐらいでめっちゃ上手いんですよ。チョレイよりも上手い。チョレイレベル。あ、チョレイ腰。チョレイ腰。チョレイ腰？で、チキータやる？チキータ。チキータって何ですか？すごいダッシュして。ババンって変な回転をかけて返すのがあるわ、技があるわけですよ。いやでも絶対やってって言ったらできそうじゃないですか。ミマパンチとかあるんですよ。いや多分知ってます？ロナパンチもできると思います。競り合わないで。怒ってるよ見てる人ごめんなさい。ただ一方で、ね、ユベントスの今ピンチのところが若干最終ラインに怪我人が多いっていうことで失点もちょっとあるってところが、はい、どう間に合うんですか、ボヌッチ、キエリーニ、どう、ね、スケジュール的にはギリギリっていうところで、まあ、攻め合ってるっぽいですけどね。ビッセルに来るはずだったカセレスが出てるんですよカセレスね、いやもうユベントスらしい補強の仕方しましたよね、土壇場で。ボヌッチとケイリーニが怪我してなかったらカセレスはヴィッセルに入ってたかもしれない。いやそうなん、そうそうですそうです。本当にそうなの。ほぼほぼヴィッセルだったんですね。ね。まあ聞くところによると新聞報道だとヴィッセルの方が年俸良かったんですよね。そうそうそう。ヴィッセル本当恐ろしい。ヴィッセルが怖い。怖いな。カセレス3度目のユベントス入団ですから。そんなことあります？ねえ。でも出てるという。そう、まっすぐ出ちゃってるっていうね、カセレス後ろですね、後ろ3度目って3度目の入団ですよ。そういうカップルいるよね。そういうカップル分かれたけど、もう一回寄り戻して、やっぱお前が一番だった的な。いるんだよ、そういうカップルいますよ。いるいるいるか、すごい例え来るなまあなんですけども、やっぱ侮れないですよ。それこそ、シメオネさんはそれこそセリアでも活躍された選手ですし、イタリアサッカーから学んだこともたくさんある監督さんなんで、それこそいろいろな攻略法、まあコンパクトな状況を切り崩すのは難しいとは思いますよ、やっぱりユベとしてもね。だからほんでセットプレーでピャニッチからのクリスチャーノみたいなのはなんかイメージはできるですよね。で先制して逃げ切るみたいな、無失点で抑えるっていうのはちょっと難しいくらいですか、やっぱユベントスを。そうだよ、でもアトレチコはやっぱり決勝ね、メトロポリターノでやるわけですよ。そうですよね、今年はね。そうですよ、戻ってこないといかんでしょ。はあ、あとコケがね、どうコケ、コケ今出てないですよ、怪我して。ああ確かにそうですね、コケいないの痛いですよ。あとモラタ、モラタ、モラタいける、モラタコメント来てましたけども、まあ、オブラク対シチェスニーのゴールキーパー対決も注目ですね。いやいや、それはすごいですよね。あ、確かにそうですね。あとはハマってない、ハマってないって言われながら一番ハマってんじゃないかって言われてるカリニッチもね、なかなかどうなの、2番手やっぱり なんか1番って言いづらいんですけど、結果出しての結局カリニッチみたいな、なんかよくわからない今状況でありますよね。1番手がこの人が1番手って今言いづらいポジションですよね。うん、グリーズマンいるしね、モラタどうだっていうところあるしね。モラタモラタモラタね、本
当にチャラいんだから。でもまあでももうでもこの8カードの中では一番面白そうだなって感じですね。いやでも面白そうです。いやでも予想できない、あんまりどっちできないでしょ。予想できないです。あ確かにね、本当に分かんない。だけど昨夜はさ、クリスチャーノ取ったのはさ、絶対もう CL を取らなきゃいかんっていうのがあるわけですよ。いやいやもうそうなんです、絶対狙いに行ってる。もうそりゃどこも狙いに行ってる全部狙いに行ってから、出場32チーム一応全員狙いに行ってる絶対ね。でもロナウドいるって言ったら優勝せざるを得なくないですか。やっぱりいやせざるを得ないですよ。でも、ね、パリも今年こそ優勝しないとやばいから。まあ確かに、アトレティコだって2回決勝でやられてるんだからシティだってペップ呼んだのは、そう。シール取らなきゃよ。シティの話しようよ。シティの話もしましょう。せっかくなんで。シティとシャルケですか。シャルケ対シティ。まあカード的にはまあ、うん、シャルケをね、リーグ戦の順位を考えると、ね、シティはまあ、ね、恵まれた相手かなというような言わざるを得ない状況、ね。まあちょっとこの本当に今のシティの流れからするともう本当に申し訳ないけど、もう止められない。もうこれは。だってメンディーとかさ、ようやく今年さフルにやってくれるかなと思ったら怪我しちゃってまた、だけどこの間はジンチェンコがやってるけど、うん、もう誰でもできるっしょみたいな。いやこのチーム、2チーム出場してほしいんですよ、チャンピオンズリーグ。普通にラポルトとかも期待されてばっかりですよ2チーム出ても両方とも決勝トーナメント行くんじゃないかぐらい揃ってて、うん、ギュンドアンとかいるのと思ったらすごいいい、かいい仕事して、この間点取ったし、でデブラインで戻ってきたらもうやっぱり全然違うし、ね、デブラインで全然違いますね。でこの間シルバー休ませるし、ねえ、しやシルバー休ませるってずるですよね。休ませるって何でウィングだってスタイリングいて、ね、ザネいてどうよっていう、アグエロも活躍してマグレーズまでいるんですよ。ねえ本当にそう、そうなんですよ、うん、控えの選手が出てきても同じサッカーができるってところがすごいですよね、うん、そうそうそう。ジェズスもいるんですよ。ガンボ忘れてたジェズスいたわ、そういうの出てきてずるいですよ。いや、やっぱり本当にそう言ってる通り、フェルナンジーニョの控えだけいない。ああなるほど、フェルナンジーニョ確かに、そっか、そう戦術理解度高いんですよ。だから本当にチーム内でのあのレベルで、チーム内でのポジション争いとか競争があると恐ろしいですよね。恐ろしいです。あのレベルの選手たちが本当に競い合ってるってのが本当に、あのシティのなんか ドキュメントみたいなの見ました。泣いちゃった。泣く、どこで泣けるんですか。嘘、絶対みんなメンディーで泣いてる。絶対みんなメンディーで泣いた。メンディーこんなの乗ってたじゃない。メンディーで泣けましたか。あのすごい寒い部屋から出てきた時にこんなの乗ってたじゃない。かわいい、メンディー好きになった。コーチお前も入れよって。そうそうそう、愛されキャラの。いやでも本当にあれもうすっごい嫌だけど、ちょっとペップのこと好きになっちゃうね、ちょっとだけね。まあ、あのペップの人間味があるところがまあ良かったりとかね。そうそう、ミーティングでもっと深いことまで話してるんだけど、あのミーティングの雰囲気とか、あの施設とか、はい、すごいよね。すごいです、トレーニングの雰囲気とかね、うん、あれは本当にまあ結果的に優勝したシーズンだったかっていうのも良かったかもしれないですけども、あれ見たら選手たちが俺ここでプレーしてって思いますよね。思いますね。そうですよ、板倉あそこの選手ですよ。パスあそこ持ってますから。いやいや、あそこから話し合ったら行くでしょ。試合出れなくても行きてえって思いますよ。まずは、ひとまずあそこでトレーニングしたいって思いますよね。いやでもね、強いです今やっぱり。本当に強い、めっちゃいいです、ま、シャルケもね、昨シーズンは、まあ、昨シーズンの成績のおかげで、まあ、今シーズン出てて、まあ、グループリーグ突破してなんですけど、今シーズンブンデスリーガーではね、苦しんでおりまして、しかも個人的には最終ラインの要かなと思っていたナウドをモナコに移籍させてしまったんで、ちょっとそういった部分ではまあ厳しさはあるのかなって気がしますけどもね。まあ、厳しいは厳しいですよ本当にね、うん、どうやって守るんだろうっていう的なとこじゃないですか。まあ、まずはファーストレグ、そう、ね、ホームで、まあ、ホームでどういった戦いするのかってとこですよね。シャルケホームってことか。そっか、そうですね、まあ、シャルケのフェルテンスアレーナは本当にいい雰囲気のスタジアムですから、ここで勝ち点を、まあ、分かんないですから、 1-0-0-0 っていうのも分かんないですからね、そういった場合ね、どんな展開になるか分かんないですけど、まあシティは恐ろしい戦い方をするんじゃないかなって気がするんですけどね。しますね。サネはフルス期間ですねって聞いてますね。そうだ、そうだね、確かにそうですね。こちらのカードも注目じゃないかなってことで、本当に見ようと思えばもう全試合見れるようなスケジュールになってますんで、はい、ベスト16見ていただければなと思いますし、はい、サッカーキングのサイトからね、今ダゾーンに入ると2ヶ月無料ですから、あれチャンスですよ。
チャンスですよ。チャンスですよ、もうチャンピオンズリーグひとまずラウンド16だけ見ておきたいって方もね、もうそれだけでもいいんで入っておくとチャンスじゃないかなって気がします。ということで水沼さんにもね、いろいろね準備いただきまして、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント、で見るべきベスト11っていうのを作ってもらったんですよね。もうほぼほぼ言っちゃったけどね、言っちゃった選手、まあ改めてでもこれ見ておきましょうよって流れの中で、はい、どんな選手が挙げていただいたんですか。最初ラインからブッフォン、普通でしょ、普通ブッフォン、ジョルディアルバも出れないでしょ、うん、怪我したでしょ。あ、そっか、いやジョルディアルバは僕はメッシとセットだったんですよ。あ、そうなんですね。すごいですよこの2人の関係性、うんうん、距離離れてるんですけど本当にもう出したら絶対帰ってくる本当に、うんうんうん、メッシがジョルディアルバ出したら帰ってくるし、ジョルディアルバがメッシ出したら帰ってくるし、この選手は、まあ、僕は印象強いのはやっぱクラシコの時の動き、視野、運動量、パスの精度、いやジョルディアルバは本当にすごい選手、この人のクロスほぼグランダーでしょ。いやそうなんですよ、確かにそうですね、本当にセンサー、そこ通すっていうところばっかり通すんだよね、うん、見てると、この選手は何でしょう、もう歴代でもベストイレブンに、バルサのベストイレブンに入ってくるんじゃないかみたいな、いやいや本当にそのぐらいの活躍はしてますね、してますよね、うん、結構もうなんか天才タイプですよね、なんか才能が多分他のポジションでやってもうまい、うん、絶対、うん、うん、天才型だと思う。他の、何人かね、番組中にご紹介いただいた選手もいますけど、やっぱハキミであったりとか、うん、まあ、ハキミはレアルマドリードからのレンタルですけど、ね、あれじゃない、だから左のラームみたいな感じじゃない、いやそうどうそれぐらいは戦術理解度とかいろんなことができるよね、まあ、あと本当にハキミが左にいる時もやっぱ面白いし、ブッフォンもユベントスで成し遂げられなかったチャンピオンズリーグ優勝パリでっていう思いもありますし、なんかハキミちょっとごつくなった、いいですよ見てください、ハキミちょっとごつくなったへえ。レアルマドリード帰ってくるんだぞみたいな感じですね。そうですね、置いてって感じですねもうそしてまあ中盤以降はもうタレント揃いですね。そうです、まあ、誰が点を取るんでしょうみたいなところ、この人たちが絶対取るでしょうっていう人しか前はいないので、いやサラメッシロナウドソンフンミン、これゲームで使ったら最強ですねみんな集めてますよね大体ね、ここに、まあ、ファンダイク、まあ、今年のリバプールの躍進で欠かせない選手ですよねファンダイクは、はい、まあ、やっぱりファンダイクとアリソンが入ったので、まあ、後ろはやっぱり安定してるし、失点も間違いなく減ってるしというのはありますね。アリソンもねすごいですよ、うん、たまにやりますね、たまにアリソンえっていうことをやりすぎちゃいますよね、うん、はい、まあ、ファンダイクは非常に気持ちも出せる選手で、本当にディフェンスリーダーとして活躍してる選手かなって気がしますよね。もともとすごい選手って言われてたじゃないですか、はい、でも僕サザンプトンにいた時になんかちょっと軽いのかなって思ってる時があったのね、はい、だけどそれは僕の見余りで、やっぱりすごい選手だったんだなというのは今すごく実感している、戦える選手ですところですね、はい、ということで、まあ、注目選手でいうと控え選手なんかも注目なのかもしれないですね一応サブ作ってみました。ポグバが、ね、出れなくなっちゃったというのはやっぱ寂しいですね。いやいや本当にユナイテッドはポグバだったのでやっぱり入れたわけですよ。いやいやいや、今のスルシャールユナイテッドはポグバですよね、断然ね。ポグバです。ポグバいなくなったら本当に痛いですよ、はい、外せるワイプ、ワイプ、サブ俺とショーノさん、あとこのフィルミーノがサブですからね、このフィルミーノサルバーです、あと、まあ、ベナードシルバー、ね、そうですね、レマルもそうですよね、はい、レマルはレマル、ね、なんだろうな、アトレチコのサッカーに合ってる選手、あ、やっぱハードワークと、うん、まあ、プレスと、あと出てくる、そう、シミオネ政権にもちょっとうまくいかないな最初結構外されたりしてて、でもまあ今はやっぱりレギュラーになってきてるかな、ね、この前の夏にねモナコからアトレチコに入った選手ですね。モナコって大変だよね、やっぱり人をどんどん抜かれてっていうのはね、大変なことになってるじゃんね、若手が抜かれたりとか、まあ、この冬取って補強しましたけどもアンリ監督がまた退任してみたいな大変な状態ですけど、そうですね、やっぱりゴールキーパーはベテラン勢を挙げたって感じですか、ブッフォン、カシージャス、やっぱりレジェンドなので、やっぱこういう大会はレジェンドの活躍は欠かせないと思うし、やっぱりブッフォンはまあ、それこそ悲願、ね、本当に取ってほしいですねタイトル、あ、まあ、やっぱり優勝複雑ですねそれはあれと思って、つまりパリが優勝ってことですけど今なんかあれって思って喋ってて、でもなんか、まあ、でもクラブは取れるけど、ね、ブッフォンはそれこそ年齢とかいろいろ考えたらチャンスはやっぱ少ない、そうなんです、だからブッフォン応援してあげよう、そうなん
ですよ。ちょっとやっぱ応援したくなるんですよね本当に。はあ、まあパリか。え、パリになった？いや、なってないです。気持ちはまだ。ちょっとじゃあ優勝予想を皆さんもコメントで書いてほしいです。まだベスト16でどんな組み合わせになるかって分かんないですけども、うん、ベスト16の時点で優勝するとしたらどこが優勝しそうみたいなってありますか？ないです。今年はでもシティじゃないですか？そんなことないですか？今の調子を考えたらシティは相当有力かな。いや、はい、いやそうなんですよね。でもやっぱりチャンピオンズリーグの面白いところってやっぱワンシーズンで戦うっていうところですよね。いい時もあれば悪い時もあって、うん、どこに来るかとか、ね、組み合わせもわからないし、そうそう本当そう、組み合わせが本当にだし、レアルマドリードってマジで運いいから、マジでくじ運がくじ運マジでいいから、そこだけです本当に。結構コメント来ますね。ユーベパリって来ますね。レアルマドリード、アトリチコって来てますけどね。もうユベントスとシティとかやってほしい、もうやってほしい。あえてローマとかリバプールって声もありますね。リバプールもね、去年ね決勝まで行きましたからね。ローマっていう方もいらっしゃいます。ドルトムントって方もいらっしゃいますね。バルサだってさ、3連覇レアルにされてさ、うん、っていう思いはあるっしょ。いやでもそうですよね。意外にバルサって答えが少ないですね。あるいるんですけど、当然バルセロナっていう答えはあるんですけども、意外に少なめかもしれないですね。バルセロナはだってあんまりくじ運良くないもん。いやそうなんですよね。そうなんです。なんか多分次のベスト8とかでいきなりそれこそシティとか当たっちゃうよ、バルサ。いきなりそこで疲弊しちゃうみたいなね、いうのもありますけど、やっぱりちょっとね、固くゲームを締められるようなチームもね、やっぱり上にはいけるかなっていう気は。うんするけどね、確かにね、堅実に一個一個という感じですよね。そういうのを見るとやっぱりユベントスとか上手かなって気がしちゃいますけどね、うん、でもバルサも今年も強いよ、ね、いや本当に強いですよ。いや分かんないですね、うん、ということでベスト16 ね、今夜も2試合ありますから、アヤックスレアルマドリード、トッテナムドルトムント、はい、こちらもね楽しみなカードじゃないかなって気がします、はい、一旦試合も挟みましてエンディングでございます。はい、ということでエンディングでございます。チャンピオンズリーグはやっぱいいですよね。本当に盛り上がる。私世界で一番盛り上がる曲だと思ってるもん、アンセム。あのね、あの曲はね。ちょっとやってみたいですよ。やりたいです。やりたい。真ん中で。真ん中でやりたい。リスペクトしたいですよね。超やりたい。いやでもね、チャンピオンズリーグやっぱり死ぬまでに一回スタジアムで見た方がいいですよ。見たいです。あのアンセムをスタジアムで聞くと。やっぱ選手の気持ちになりますよ、高揚しますよやっぱり。いやでも本当そうですよね。あれ行ったことないの？ないです。まだにわかファンなんですよ。まだもう私こんなサッカーキングのこのチャンネルなんて出れるわけないまだ行った方がやっぱいいですよ、チャンピオンズリーグは本当に。はい、佐々木さんもやってるんで、ショーのツアー、マドリードツアーやりましょうって来てますよ。高そうだな。マドリーは高いだろうな。はい、ということで告知でございます。ショーさん告知ございますか？私はツイッターとインスタグラムをぜひご覧ください。ぜひご覧ください。あとは今日のレアルマドリードをぜひ皆さんで応援してください。はい。はい。あとマドリーのユニフォームが今安くなっておりますので、公式サイト割引されているので、ぜひ皆さん公式サイトからユニフォームをねご購入いただけたらなと思います。自分の告知はないですね。そうなんです、ありがとうございました。24日に撮影会があるじゃないですか。あそれよりね、その前に16、17で、はい、静岡の方で浜松の、はい、子供たちのチャイルドサッカーじゃないんだった、 U9、U10、U11、U12 の子たちの、はい、大会の、はい、私はプレゼンターをやりますので、はい、ぜひ皆さん浜松にいてゼロックスも見に行かないよっていう方はぜひ遊びに行かないよっていう方は来てくれると嬉しいです、はいはい。プレゼンター、プレゼント渡す、贈呈するお仕事、大役ですね。はい、そうなんです。じゃーんじゃんって感じで、天気に恵まれるといいですね。いやそうですね、ゼロックスもう始まって、うん、その再来週は23日には J1 開幕するということです。だってゼロックスが
合わせに来た感じですかね。どん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 ちょっと早くなっちゃって。何の話ですか。あの私のこの増点調査のスケジュールゼロックスが合わせに。いやゼロックスなんかもうとっくの通り決まってますから。ゼロックスだってどん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 早くなってくんだもん。寒いじゃん絶対。そうです。じゃあだから16、17遊びに来てください。浜松。浜松です。あ、餃子消費量日本一です、ね、そうなんです。餃子大好きです、はい、餃子もあると思うのでぜひ。今日スタグルなんかもあるそうですよ、はい、そうなんです。ということで水野さん告知と言ってもいいんですけども、ダゾーンでも解説されてますし、はい、うん、あと明日カンファレンスの中継もありますね、はい、うーん、もう明日ですか。2月14日カンファレンス、いよいよ、ね、はい、J リーグも明日それに行きます。再開するなって見てらっしゃる方でも、早く J リーグ再開してくれって方もたくさん。じゃあ J リーグも楽しみですよ今年ね。楽しみ。ビジャーとか出ちゃいますよ。いや本当にすごいですね。いやいや、カンファレンス見ようって方もいらっしゃいますけどもね、うん、ビジャーとかイニエスタとか日本で見れるなんて、一緒に出ちゃいますよ、ね、出ちゃいますよ。ポドルスキーも出ちゃいますよ、ね。いやでも本当に想像できない。私トーレスがにこの日本に同じ空気を捨てるなんてって感じ。トーレスもクエンカ来てやるかもしれませんよ。クエンカがすごいみたいですね。トスのサッカーが変わるかもしれませんよ。もう怖い。本当に日本かなって感じ。いやぜひそれはスタジアムで体感していただいて。そうなんですね。金 J 行くよとかね。本当金 J ね。たくさんの方が J リーグの、ね、会場に足を運んでいただければなというふうに思っております、はい。番組からの告知です。明日木曜日12時からは横浜フットボール映画祭ケル、の中村監督と福島実行委員長をお迎えして横浜フットボール映画祭の、特集だったりとかですね、ケルの映画の紹介をさせていただきます。そして金曜日12時からは平畑さんをお迎えして、まずは J2、J3 を大特集と、うんうん、で来週は J1 の特集をやろうかなと思ってますんで、まずあ、じゃあひらちゃん2週ですね。来週は J1 は、ね、別の方はまたお会いして、ね、何曜日なんですか J1 は。 金曜日の予定でした。じゃあひらちゃんの本を買っていただいて、みんなでそこで予習していただいて、あれもね、はい、アウェーに行くならあの本をって感じですよね、はい、ということになっております、はい。ということでますますねチャンピオンズリーグが楽しみになった、今日の1時間経ったんじゃないかなというふうに思っております、はい。ということでまたぜひですね、水沼さん J リーグの特集でもぜひお話しですか。チャンピオンズリーグで呼ばれたので、はい、もうないんだというふうに思ってましたけどね、ぜひ J リーグの方にいろいろ開幕してからもありますし、J リーグ行ける。あのジュビロ磐田のファンですよ私。ジュビロ磐田、そうなんです、そうなんです。今年どうですか。よかったね、俊介いて。いやでも今年は本当に、毎年頑張ってるんですけど、あんだけちょっとやらかしたから今年は頑張ってもらわないと、さすがにちょっとあの七海さんがね、コフェがどんどん小さくなってますけど。七海さんね、うん、やめそうになりましたからね。本当に危なかったんで、ちょ今年頑張ってもらわないとやばいです、ね。誰ですか推しは。中野誠也くん。あ、中野誠也トップ結構激戦ですよ。小川いて、吉戸いて、川又いて、どうしますそこで中野。中野誠也くんはもうぜひ出してほしい。すごいとこ来ましたね。ね、今年はいよいよ小川かっていうね、はい、ところの中。もういいよいいよいいよの中野誠也くんが。いよ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 で出してほしいですね。ちょっと楽しみにしましたね。確かにね、はい、なかなかまあジュビロはね今年は補強はね最小限だったってところもあるね。まだまだ動くかもしれないですけどね。はい、まあ蓋を開けてみないとまだまだ分かんないのが J リーグかなって気がしますね。監督がなかなか決まんなかったんですよ。だから補強遅れたんですよ。あ、そうなんですね。多分ね、プレーオフも長引いてたってのもありますからね。確かにそうですね。そういった意味では本当に難しいシーズンになるかもしれないですね。新体制発表会やばかったですからね。エンディングないですから、もっといい指令を。本当だよ。なるみに飴あげて。飴こう舐めてるから、ね、大きいの結構。片の坂の飴が有名だけどね。なるみも飴は結構大きいの舐めてる。ということで、お後がよろしいようでこの辺で締めさせていただきます。また明日12時も放送しますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。水野さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。また明日2時にお会いしましょう。さようなら。